ありがとう。でも夜変なこと全部言ってよ。お前がな。ミッキーファンキーなとこ住んでんな。バカ社長から借りてんだよ。私がナンバーワンになったらジミーにもでっかい水槽買ったるからな。ねえ、亀と話してんの？それで通じんの？当たり前やん。ずっと一緒なんだ。ジミーはオスなの？当たり前やん。頭の形見たら分かるやろ。そういうことなんだ。ミキはモデルかなんかやってたん？いや、なんで？かっこいいから。ああ、昔ちょっとだけパリコレに出たことはあるけどね。嘘。そう、そう。あやちゃん、これあげる。何これ？埼玉名物目玉の親父。めっちゃ可愛いやん。ヒロミに似てる。おおきに。はい、沙織ちゃんにも。ありがとう。私、おっぱい巨大にしたいんだけど、いいとこ知ってる？いいよ、私がおっぱい大きくしたとこ教えてあげる。あげはちゃん、ナンバーワンになれそう？もうちょっとやね。まあ、ナンバーツーには軽くなるそうやけど。その根拠のない自信はどっから来るの？ハンズちゃんに初めて会った瞬間から。あげはちゃん、やめなよ。醜い争いに発展するから。おばさんは黙っててくんない？これ、若者同士の問題だから。ごめんなさいね、ババアが余計なこと言っちゃって。はるか、いつでも相手なったるわ。またね。お疲れちゃん。お疲れちゃん。お疲れ。うちの店以外のとこ行かない？寒いのに大変やね。今日は仕事じゃないの？今日は完全にプライベート。そう。じゃあコーヒーでもおごってあげるよ。行こう。あの颯君は
なかなか見どころのある男やと思うねんけど、どう思う？そっか、ジミーは颯君に会ったことないもんな。私は結構いいと思うねんな。でもしばらく男はええねん。ジミー買って禁欲生活やもんな。私もナンバーワンになれたらまた恋に生きる女に戻るわ。予約した小菅ひろみです。はい、奥へどうぞ。はい、とにかく巨大にしたいんです。シリコンとか脂肪注入とかあるけど、どちらにします？どう違うんですか？シリコンは人工のバッグを入れる方法で、脂肪注入の場合はお腹とか太ももの脂肪を入れる方法なんですね。私脂肪がないんでシリコンお願いします。一番大きいので 800cc だけど、それにしますか？1000cc ってないんですか？それだと特注になるけど、それでもよろしいですか？お久しぶりです。悪いね、わざわざ来てもらって。いえ。何飲む？じゃあコーラを。なんだよ、一杯ぐらい飲みなよ。後が怖いんだよ。いいよ、そんな硬い話するわけじゃないから。じゃあ一杯だけ。すいません、バーボンロック。はい。最近2丁目で飲んでないんだ。全然来ないですね、千秋がいるんで。昔あんなに暴れてたのにね。あのまま行くと千秋みたいになりそうだったんで改心しました。お前つまんないやつだよな。千秋、あんたちょっと待っててくれる？で、今日の話ってのはさ、今度うちでギャル系の雑誌創刊したのよ。それが結構調子よくて、今読者モデル探してんだけど、ミキの働いてる会社ってキャバ系の子とかいたよね。うん、何人かいますけど。いい子いたら紹介してほしいんだけど。紹介しろよな。でもうちの会社かなりうさんくさいですよ。そういうの問題じゃないから、ちょっと協力してよ。協力しろよな。わかりました。また出版業界戻る気ないの？お前はほんとすごいよ。コーラもセクシーだし、頭の形も活かしてるよね。聞いてんの？はい、飲みな。何これ？何これ？何？店の子にもらって。今日なんかあったん？ねえ、私が今の会社辞めたらさ、一緒に辞めない？辞めてどうすんの？今考えてんの。仕事嫌なったん？違うよ、あのバカ社長がいけないんだよ。あれ、あれんで私のおじきだからね。そうやったんや。私が今の会社辞めたらさ、店辞めない？考えとく。本当に？何突然わけのわかんなくて言ってんだよ。いや、この会社マジで信用ないんで。そんなことお前がとやかく言うことじゃねえだろ。給料払ってるの誰だよ。そんなんいらないから、はるかのギャラ。ピンハネしてた分ちゃんと払ってやってくれます？なんだよそのピンハネってのは。払わないんだったら出るとこ出て話つけますか？お前身内脅してどうする気だよ。めいとおじさんだよ、親戚なんだよ、一生付き合うんだよ。それもおい、まさか何か言ってろよ。社長、すいません、そちらの身内の問題なんで俺は介入できません。
いいな、無関心で入れて。何なんだよ、あれって。おばあちゃん、元気なくない？大丈夫？大丈夫です。ちょっと疲れてるだけですから。何か、精のつくものでも食べる？本当、気にしないでください。よかったら、診察しようか。え、北川様、お医者様なんですか？そう、心のケア専門だけどね。人生相談とかですか？ちょっと違うかな。あ、名刺いただけますか？クリニックやってるからさ、心が苦しくなったら来てよね。頼もしい。ありがとうございます。すいません、ちょっと失礼します。どうしたんだろう。西郷様、申し訳ございません。レイさん、さっき指名が入ったばっかりで、あと30分ほどでこちらにお邪魔しますので。なんで30分も待たせんだよ。代わりにこちらのアゲハさんが席に着きますので。こっちはレイにプレゼント渡してきただけなんだよ。ちょっと席読んでくれや済むだろ。すいません、決まりなもので1時間無料で延長させていただきますので、もうしばらくお待ちください。おい、こっちはそんな暇じゃねえんだよ。まあいいや、待つしかねえだろ。姉ちゃん、座りね。好きなもの、なんだ。失礼します。なんかあるじゃん。レイさん、ここ終わったらすぐ細工さんとこ行って。おお。はい。これ最後だ。あれ。はいっす。よし。俺やるよ俺。よし、決めた。このプレゼントはアゲハにやる。ダメですよ、これはちゃんとレイちゃんに渡してあげてください。いや、いいんだよ、また買ってくっから。取っとけ。アゲアゲ、死んでるよ。はい、これ。何それ？三枝さんからのプレゼント。あんたがもらったやろ。もともと私のじゃないし。なんで私があんたのこぼれもらわなあかんの？舐めるもんいかにせえよ。死んだ？はい、ありがとう。もう全然大丈夫。頑張りすぎたんだよ。やっぱり私にはナンバーワン無理なんかな。そんなことどうでもいいじゃん。それよりこの間話したこと覚えてる？何？私が会社辞めたら遥かもお店辞めるって話。うん、私今日会社辞めてきた。ほんまに辞めたんや。うちのバカ社長が遥かのギャラピンハネしてた分取り返してきたから。いくら入ってんの？50くらい。私急にテンション上がってきてんけど。それでこれからの仕事の話なんだけどさ。何やんの？これから私がはるかのマネージメントやります。何それ？どうしても辞めるんですか？はい、時給アップしますから、もう一度考え直しませんか？お金の問題じゃないんで。言いたくなければいいんですが、どこの店に移るんです？どこの店にも行きません。夜の仕事は嫌になった？そんなことないです、十分やりがいあるし。1週間に1遍だけでも店に顔を出してもらえませんか？